カッパ延長グッズ第4弾、えー、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、えー、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、えー、ご興味ある方はお早めにどうぞ。 はい。カバーチ袋クカッパ園長です。さて、えー、さっきはアメリカとの話ですけど、今度はロシアとの話らしいんですよね。えー、なんかね、えー、これ本当かななんか日本をやめとけよと。ね、海外からそんな声が集まっていて、これなんか日本とロシアの海底トンネル構想っていうのがあって、まあそれに対して海外からね、いや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 、ちょっと待てよと。日本正気かよみたいな、えー、そういうコメントが集まってたっていうんですよね。ちょっと興味深いんで見ていきましょうかね。日露海底トンネル。ほう。 えー、宗谷トンネル、ね。まあ、なんか仮の名前らしいんですけども、は将来北海道とサハリンの間で建設が構想されている海底トンネルだと。で、地、えー、白トンネルという名称が用いられることもあると。これは青函トンネルの名称が青森と函館を結ぶ青函連絡線から取られたように、北海道稚内と樺太の大白、 との間に運行されていた地白連絡船にちなむ名称でもあるとで。また、日本とロシアを結ぶことから日露トンネル、またはシベリア鉄道の北海道延伸とも表現されると。まあなんか興味ある人はなんかこうネット上のこのウィキとか見るとねもうちょっと詳しく見れるらしいんでね。うん で、これなんか動画もあるみたいなんで、えー、一応ね、えー、多分ロシア語の動画になるのかな。まあ意味が取れる人がちょっと、<laughs> 僕はちょっと無理だしたけども。まあちょっとね、参考までにこの URL も載せときますんで、興味ある人は見てみてもいいかもしれないですね。さて、じゃあこっから世界、海外の反応を見ていきましょうか。おいおい、気をつけろよ、日本とか、ウクライナされちゃうよとか、<laughs> ちょっとシャレにならないな、えー。日本はこれでヨーロッパに早く輸出できるようになるぞ。え で次は、アメリカはこのアイデア気に入らないだろうし、反対して日本に制裁を科すだろう。とか、両国がいい関係を続けることを祈っているよ。とか、全く役に立たないね。カラフ太は全く開発されていない。それにロシア本土とはトンネルでも橋でもつながっていないえ。経済的な理由が全くない。で次の人が、日本とつながればこの地域の経済活動が増える。たとえば輸送のためだけであったとしてもね。 で次の人は、イングランドとフランスの間にも同じようなトンネルがある。で、次が、にえー、北方領土問題解決しない限り実現しないでしょう。で、次が、ロシアはさっさと島返してやれよ。す、え、で、ー、にお前らは世界一大きな国だろう。で、次が、歴史的、地理的にもサハリンは日本のものであるべき。で、次の人は、トンネルの実現は可能だと思うけど、ロシアは日本に島を返還しないよ。まあ、しないでしょうね。 で、次、でも厳密にはまだ彼らは戦争中なんじゃないので、次の人、ロシアのあの地域にどれだけの人が住んでるので、次の人が、50万人以下だよ。で、次の人、トンネルっていいよね <laughs> 何がいいのかわかんないですね。で、次、ロシアはトンネル作りたくて仕方がないみたいだね。で、次の人、口だけで何もしないプロジェクト案に過ぎないよ。 で次の人がああ、実現はしないよ。日本とロシアの関係は複雑だから。と、まあ、こんな感じなんですけどもね。うん。なんでしょうね。単純に、あロシア人も、なかなかこうね、えー、面白い冗談とか、ジョークというか、ギャグをかますこともあるんだなって、そういう印象ですかね。うん。えー、だから結局ね、これは別にロシア相手だけじゃないんですけども、日本のね、最大のメリット、ね、まあ、日本のこの地理的な、 地政、えー、学的な話、えー、だとやっぱり陸続きじゃないから大陸とつながっていないことですよねだから、よほどの,このだろうなあまあ反日集団がいないと実現しないと思いますよね、まあ、財界とか、ね、政界とか、ね、官僚に、えー、まあ結構増えてきているから、ねえー、どこまで冗談かどこから本気か、ね、ちょっと微妙ではありますけど今のところこれはちょっとありえない話じゃないですかね。 まあこのなんか海底トンネルの話ってね、まあ、今回はロシアでしたけど一瞬ね、ね、まあ、またお隣からかと思っちゃいましたけどね、ね。違いました大、ね、体 <laughs> いい、領海領空侵犯をね、常にし続けているね、国、地域とね、トンネルつなげるわけがないですよね、普通に考えて。うん まあしかし日本はこのねこののね立ち位置というかポジション的にね地政学的にこの周りが敵だらけなのになんでかわかんないですけど日本にこの憧れというかまあ妬みというかねなんか日本のこのネームバリューって言ったらちょっと言葉軽いんですけどなんかそういうのこう,うまいことねえ自分たちにこう都合よく利用しようと欲する国多すぎませんね うん、なんだろう本当寝言は寝てから言ってもらいたいですよね。いや、違うな。寝物語はもう息を引き取ってから言っていただきたいですよね。うん、マジで。なんかウクライナされちゃうっていうコメントがちょっとね、最高の表現だったと思いましたけどね。うん、まあ結局ロシアって、ね、まあこのウクライナに限らずですけどね、ずっとそういう歴史ですもんね。うん で、まあ、北方領土についてはね、もう言うまでもなく、これはだってロシア憲法のもと不可能じゃないですか。うん、だから帰ってくることはないですよね。うん。なんだかよくわかんないですけども、おまあ、お隣ではね、えー、勝手に賛成派と反対派で喧嘩なんかしてましたよね。つい最近もね。 うん。なんだろうなあ例えが、まあ、適当かどうか微妙ですけども、結婚の許可も与えていないのに、勝手にどっちが嫁になるか、あるいは旦那になるか、婿になるかか、それで争っているような、うん。ちょっと意味不明ですよね。我々日本にとってはね。 でね、まあ、その時もそうだし、これもそうなんですけど、ね、うん、トンネル、トンネル、ね、えー、言っているわけですけども、これ、誰が言ってんのかな <laughs> ね、誰が言ってるのかなって、いつも不思議ですよね。うん。まあ、正直言って、ね、仮にこの北方領土問題が解決したとしても、うん、でもこの、元島民以外でそこに移住しようっていう日本人がいるとも思えないですよね。うん。 ねロシアとトンネルいやー日本から見たら国益に全くなってないですよねしかしまあなんでこのね、うん、まあ彼らその仮想敵国日本をね仮想敵国に指定している人たちほどこのトンネルトンネル騒ぐのはなんでなんですかね, <laughs> ねだって事あるごとに止められちゃう鉄道とかさそんなの必要すかいらないですよねうん。 まあ、あとは普通に考えても、この資金的にも無理じゃないですかね。うん。てか、日本はね、えー、南カラフと別にロシア領と認めたわけじゃないんですけどね。うん。まあ、このトンネル、まあ、このロシアだけじゃなくて、お隣も含めて、ね、この現実化、ね、実現しないのは、やっぱり採算性が成り立たないからだと思いますけどね、一番は。うん。だから、まあ、一部の連中の掛け声のみ、で、そこで止まってるじゃないですか。うん。 まあ、無理やり、無理やりなんかこう意味合い、メリットをこう見出そうとするならば、まあそのね、お隣の半島とあと中国、これをもうなんかこうパスする、まあ、ハぶるっていう意味ね。そういう意味だったら、まあ、ないことも、まあそれでもな、メリット、デメリット、天秤にかけたら、デメリットの方がはるかにでかいですから、でかいから、それでもそれはないかな。うん。 だってね、例えばロシアでしょすげえ広い国土を持ってるわけじゃないですか。でも、ね、えー、つつうらうら管理しきれてるかっつったらできてないじゃないですか。だからまあまあ、橋が、橋すらかかってない川なんていくらでもあるわけでしょうん。にもかかわらずさらに領土だけは欲しがるっていうね。なんかやっぱり信用できないっすよね。そういう国地域はね。まああとなんかコメントでちょっと興味深かったのは、厳密に言うと日本とロシアは戦争中でしょっていうコメント。うん。 ちょっとなんか鋭いところつく人がいたなって思いましたかね。だって平和条約も結べてないのにね、ほら、僕ね、この近所にもね、あの、土日、祝祭日はこう、ほっぱりゃだかえせってこう外線活動している人たちがね、毎週湧いて出てきますけど、ね、ああいうことをやってる人たちは全く理解できないですよね。うん、だって厳密に言うと交渉すらまともにできていない状態なんですから、うん。 まあ、あの人たちの正体知ってる人にとっちゃはね、まあ、そういう人たちでしょうって分かっていただけるとは思いますけども。ただまあ、日本ってことごとくこのね、エネルギー輸入国じゃないですか。しかもほとんど中東に頼ってますよね。だからそれ考えると、例えばシベリアの天然ガスとか、原油を輸入するパイプラインなんかを引けるっていうんだったら、 まあ日本にとってもね、その部分だけ見たらですよ、ね安全保障のリスクヘッジなんかにもつながると思うんですけどもね、現実的ではないですよね、やっぱりね。うんだまあロシアがこの、ね、資源輸出相手国として日本をリストに加えてくれるんであれば、まあ、お互いに、ね、リスクヘッジになるじゃないですか。かいい例が、いい例になるかな。例えばドイツとロシアなんかの関係かな。 ね、なんかほら、あのノルドストリームっていうのかな、アメリカが邪魔しようとしてたけど、なんかおそらく開通するんじゃないですかね、だからまあ、ドイツは EV にすっかり舵を切っちゃいましたけどね、まあ、発電用のガスは当面奪い合いになるでしょ、だからドイツは戦略的に駒を進めてるっていうことになるのかな、この点だとね、うん、まあちょっと日本とロシアだといろいろね、えー、難しいですよね。 お隣以上にちょっと難しいと思うけどなどうなるんでしょうね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。